こんにちは、セロカメラの相場です。今回ご覧いただいているレンズは大変希少なレンズですね。久しぶりに入荷しましたので、ぜひお早めにチェックしていただきたい一本ですけれども、こちらは、ライトのですね、オールドレンズ、ヘクトールの 28mm ですね。F 値がなんと 6.3 というですね、非常に暗いレンズなんですけれども、大変希少なレンズとなってますね。はい。この非常に小さいレンズなんですけれども、この小さいレンズからは想像もつかないようなですね、非常に高精細で臨場感の高いですね、描写をしてくれるんですね。ぜひ一度お試しいただきたいレンズですね。まあ見た目もですね、一番、ライカのレンズの中でも一番小さなレンズとなっていますね。まあ見た目はこう可愛らしいんですけれども、はい。その可愛らしい見かけによらないですね。すごい高性能なレンズですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい。で、今回はですね、なんと、フード付きなんですけれども、このフードが大変希少なんですね。はい。しかも、ご覧の通りの箱付きとなってますね。もはやレンズよりも、こちらのフードの方がですね、希少価値が高いと言っていい。専用の 28mm 用のフードとなっております。このようにですね、固定ネジで、はい、取り付ける形となっております。今回はこのセットでお届けいたします。はい、ぜひチェックしてください。シリアルがですね、こう、後ろ側にですね、あるんですね。シリアルが425065ですので、これが1938年のドイツ製ですね。ヘクトール 28mm となっております。はい。では、外観から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、ニッケルじゃなくてクロームメッキですね。はい。目につくすれ、当たり、へこみなども見られずに、だいぶ綺麗な状態をキープしていると言っていいと思います。こういうローレットの部分ですね、も、摩耗とか、下地の真鍮が見えたりしている部分もなく非常に綺麗です。もちろん落下して歪んだり当たったりしたような跡も見られないですね。マウント部分も非常に綺麗です。摩耗とか見られないですね。はい、ご覧いただいている通りです。レンズもですね、とても小さいですけど、前玉、後玉ともに擦り傷、引っかき傷など見られずに非常に綺麗な状態キープしております。戦前のレンズになりますので、コーティングはなくてですね、ノンコートのレンズになりますね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリなどの混入も目視で確認できませんので、だいぶクリアな状態キープしております。絞りの動きもですね、これ絞りですけど、はい。ちゃんと軽快に動いてますね。はい。油の乗りとか、羽の痛みなども見られないです。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一定のトルクで動いております。グリス切れとかですね、グリスの劣化などは感じないです。動きムラは全くないですね。無限ロックもしっかりと効いております。付属品がこちらのリアキャップとフロントキャップですね。はい。それと、先ほどもご覧いただいたこちらの専用のフードになっております。フードもですね、当たり凹みとか落下痕などなく、非常に綺麗ですね。なんかおちょこみたいですね。杯みたい。はい。で、こちらの専用の箱ですね。はい。この箱も傷んだり、切れたり、破れたりせずに綺麗な状態ですね。これに収めてお届けいたします。はい。非常に臨場感の高いですね。非常にお試しいただきたいレンズで、こちら、バルナックライカ用のスクリューマウントなんですけれども、こちらの方がですね、LM アダプターというですね、アダプターをご使用いただけましたら、バルナックライカだけじゃなくて、M 型のライカですね、現役の M 型デジタルライカですとか、ソニーの α7 のようなミラーレス一眼でもご使用いただけるマウントとなっておりますね。で、こちらのですね、LM アダプター、レイクウォール製のですね、宮本製作所というですね、国産で作っている非常に精度の高いものが、割引でお譲りできますので、オプションからお選びいただけましたらですね、10% 引きで、はい、お求めいただけますので、
ぜひご一緒にお求めいただければと思います。でもってこのままでも撮影できる。ね、全く問題のないですね。大変良好な状態のヘクトル個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、非常に希少なセットとなっております。ヘクトール 28mmF6.3 の L マウントと、こちらの専用フードのセットとなっております。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。